地区内にはマンションが立ち並ぶ横浜コットンハーバー地区は横浜市神奈川区の山内府頭における再開発地区の名称である。面積は約7.1ヘクタール。横浜市が2014年度に策定した横浜市と森林海部再生マスタープランにおいて当地区は対象となる5地区のうちの一つである東神奈川林海部周辺地区に含まれている。本校では 東地区の北西側で現在計画が進められている東高島駅北地区の再開発事業についても触れる。コットンハーバーマリナゲートタワー結婚式場コットンハーバークラブ地区の名称は自然の風合いや手触り感のある心地よさをイメージした荒いざらしの面という街づくりのコンセプトとこの地区より少し内陸側にかつてあった面花町という町名に由来する。 2002年10月には都市再生特別措置法に基づき、現在の当地区に該当する区域が横浜山内不当地域として都市再生緊急整備地域に指定された。2003年3月、横浜市神奈川区橋本町2丁目及び星野町、山内町の各一部について、工場跡地や有給化したドック跡地などの土地利用の転換により再開発することを目的に、 山内不動周辺地区土地区画整理組合が設立され、2004年6月に区画整理事業が着工された。なお、再開発にあたって、横浜市からの補助金は一切出ていない。当地区におけるメインの開発としては、三菱地所、野村不動産、JFE 都市開発により、コットンハーバータワーズ4棟とコットンハーバーマリナゲートタワー1棟からなる。 マンション群が建設されている。また、その他の施設、店舗として、結婚式場、コットンハーバークラブや、プラザ栄光生戦館コットンハーバー店などがある。プラザ栄光生戦館は、スーパーマーケット、コットンマムの閉店後に同地に出店した。一方、天然温泉リゾートフィットネスクラブ、インスパ横浜は、開業から3年が経過した2010年9月末に、 閉店となったが2013年12月から完全会員制施設として営業を再開している。また同施設の西側に計画されていたホテルは着工後に開発中止となり、この他には当地区内でオフィスビルも計画されていたが着工に至らずに中止されている。2010年代に入ってからの新規開発としてポートサイドリカーによる賃貸マンション。 ヒストリアレジデンス改修が2012年3月に完成、また住宅型有料老人ホームの3式港未来イーストが2015年12月末に完成した。さらに前日のホテルが開発中止となった跡地では、屋根付きフットサルコート、ノアフットサルステージ横浜と屋内テニススクール、トップインドアステージ、横浜コットンハーバーが2017年にオープンしている。 2018年には、スーパーマーケット、プラザ栄光製戦艦の建物を取り壊した上で、クリオブランドを展開する名和辞書による11階建てのマンションを建設する計画が浮上。マンション名は、クリオレジダンス、横浜ベイサイド都市、2020年3月に完成している。このか再開発が行われる以前は公園などの公共施設が解無であったが、現在では、 地区内に星野町公園が作られている。この公園内では神奈川台場の移行を見ることができる。また工術の開発外区には含まれないが、当地区の東端にはコットンハーバーボートヤードがある。地区内は AD の外区に分かれている。本節では各外区ごとの開発状況について記述する。外区区分、概要については横浜市都市整備局のページも参照。 なお、以下の他には、緑地として、星野町公園が作られており、同公園内の北側では口述のように、神奈川台場の移行を見ることができる。プラザ栄光生泉館コットンハーバー店ンマンション、建設計画のため2018年5月に一時閉店、同年6月より、隣接地にて仮店舗営業を実施していた、このエリアは b 1と、 B-2 の2つの外区に分かれている。B-1 外区にはマンション1棟とスーパーマーケット、コインパーキングがある。B-2 外区では2012年に新規賃貸マンションが完成した。2018年には B-1 外区のスーパーの建物を取り壊した上でマンションと物販店を建設する計画が浮上。同マンションは2020年3月に完成している。 このエリアには以下の4棟からなるコットンハーバータワーズがある。インスパ横浜このエリアは D-1 と D-2 の2つの外区に分かれており、共に未開発の区画が残る。D-1 外区では温泉施設やフィットネスクラブなどが入ったインスパ横浜が2010年9月末に閉店となったが、2013年12月より営業を再開している。このか。 呂外区には結婚式場やコインパーキングがある。また、海側のプロムナード、ボードウォークには朝のドック跡の記念碑がある。なお、インスパ横浜の隣接地では過去にホテルの開発が計画されていたものの着工後に中止となり、以降もそのまま放置されていたが、2013年12月時点では D-1 外区全体の土地をインスパの 運営会社であるロックスが所有しており、未開発区画における今後の新規開発も検討しているとしていた。その後、インスパ横浜の隣接地において屋根付きフットサルコート、ノアフットサルステージ横浜と、屋内テニススクール、トップインドアステージ、横浜コットンハーバーが2017年にオープンしている。地区周辺にある神奈川ダイバーとここでも一部分が露出している。 当地区のあたりには、江戸時代末期に、かつ改修によって設計された神奈川台場がかつてあり、地区内の星野町公園や地区周辺でその遺構を見ることができる。星野町公園では2009年の横浜開港150周年を記念して、遺構の石垣が見られるように整備された。また、公園の近くにあるマンション、コットンハーバーヒストリアレジデンス改修では、 建設時に遺構が発見されており、神奈川台場に関する資料のほか、見つかった遺構をそのままの形で展示する神奈川台場資料室をマンションの1階に開設していた。なお、今後については不明だが2014年5月現在、同資料館の営業は行われていない。かつては横浜市中央卸売市場本場などがある一角を挟んで横浜駅、 東口エリアにあたるポートサイド地区が近距離にあるが、本場及びポートサイド地区まで徒歩で行く場合には、コットン大橋の歩道が未整備のための内陸側を遠回りしなければならず、若干時間がかかった。この問題の解決のため、2016年から町内会などが国土交通省や横浜市などに通路整備についての要望書を提出し、当地区の南西側の橋から、 中央市場通りにつながる歩行者用通路、コットン未来ロードが2019年6月に開通した。この通路の整備により、近隣住民の利便性と安全面が向上し、災害発生時の防災経路も拡充されることとなった。また、前述の中央路修理市場とはコットン大橋で結ばれており、一方で中央路修理市場と港未来地区間は、 港未来橋で結ばれているため、港未来地区への自動車等による移動も比較的容易にできる。さらに現在は在日米軍の港湾施設、横浜ノースドックがある、水保不等方面とは水保大橋で結ばれている。なお、これらの港湾地区間を結ぶ橋によって、横浜港を周回する横浜港臨港幹線道路の一部を形成している。当地区周辺は、 運輸関係の施設や倉庫などが多く、地区の北側、すぐ近くには JR 貨物の東高島駅がある。地区周辺のメイン駅である東神奈川駅方面と東高島駅の間は、現状で開発が進んでいない空白地帯となっているが、後日のように再開発も検討されている。一方、横浜市では横浜都心林海部として、当地区や 後日の東高島駅北地区を含む東神奈川臨海部周辺地区、横浜駅周辺地区、港未来21地区、館内、館外地区、山下不動周辺地区の5地区における長期的な都市再生計画が進められており、これらの地区を結ぶ新たな交通として LRT が検討されている。また、東海道貨物支線価客、 平用化整備検討協議会などが公表している東海道貨物支線の貨客平用化検討ルートには前日の東高島駅を通る通称高島線も含まれており道路線の旅客線化を検討した横浜市の資料では期待されるその役割効果として山内不当地区などにおける市街地整備の促進が挙げられているこのか。 山内ふ頭ではコットンを大橋より海側まで埋め立てる計画もある。東神奈川駅方面東高島駅間の区域には工場や駐車場などが立地しており、現状では土地の高度利用が進んでいないが、東高島駅北地区として一部水域を埋め立てた上で新たな町づくりが計画されている。地権者十二社によって組織された土地区画整理組合設立準備組合では、 医療、健康、居住などを柱とした町づくりを提案しており、前述の埋め立て部分には本事業に合わせて公共施設を整備する方針としている。このほか、豪雨による治水対策のため、横浜駅より東高島駅北地区まで地下幹線を引いて、海に排水するポンプ場も地区内に設けるとしている。加えて、東神奈川駅方面から、 コットンハーバー地区までのスムーズな動線も確保できていないことから新たな動線計画も踏まえた土地区各整理事業となる見通しである。また、ポートサイド地区方面から東高島駅北地区までの道路整備も計画されており、横浜駅周辺地区とのアクセスも強化される見込みである。2015年度には都市計画の手続きや埋め立て免許の出願などを進める方針で、 早期の事業化を目指している。ありがとうございます。